最も発展動画チャンネルの吉田仁です。今日は益田市の総合体育館です。恒例で関東私立高等学校男女バレーボール選手権大会といいます。暮れには全国の私立学校の皆さんが戦います。この関東は非常に強豪どおりでして、こちら側は埼玉との土壁と同じ関係だと思いますが、共栄高校が戦っております。その向こうには駿台学園という名張りがあります。向こうは早稲田学園、ここは確か昨年の大会で、この私立学校の大会で女子が優勝した学校ではなかったでしょうか。ちょっと向こうの方は見えにくいんですが、日本航空学園、あるいはこの東洋高校という、東洋高校は男子が非常に強かったように記憶しております。それぞれたくさんの学校が出場しておりまして、大勢の皆さんが今声援を送っているところです。全部でこの町田市の総合体育館では4つのコートで試合が行われております。向こうでは男子が2コート、こちらでは女子が2コートです。非常にこの大きな声での声援が送られているところです。吉田さんの発見動画チャンネルでした。終わります。